からあの頃入手なくなかったって言って誰も心配する人いなかったですよね。だみんなで右往左往してたって感じかな。その中で自分の道を生徒は見つけてったと。プロのチェンバロ弾きになるんだって決めてましたね。だからそこがね、向こう水だし。サイエンスってのは根本的にドーンと飛び出していくっていうのがサイエンスですから、そこにリミットをかけてしまってはいけないわけ。とにかく好きなことでできるものを見つけて徹底的にやるということです。形がはっきりあったらその型にはめればいいわけだけど、でもそういうの型にははめられない。結局進んでいかなきゃダメなんですよね。踏み出す地面は必ずある。どこに一歩を踏み出すかを決めるのは自分自身だ。5月の末かなんかに大爆発したんですよ、自分の実験で。入院3ヶ月、自宅療養3ヶ月ですから、これ重症ですよね。でそれで、あ、これはもう科学をやめたらアホだなと思って、これはもう絶対科学をやろうと思って、まあ外国に留学するのも初めてだし、向こう水だし、ある程度その腕を認められた人でないとその取ってもらえないっていうようなことがだんだんこう分かってきてね。